はい、お疲れ様です。ポンです。今日はね、あの講道会の港工業の事件があったじゃないですか。絆会の体を若頭が実行犯やという事件ね。あの話でちょっとある人からね聞いた話なんですけど、その人の話ではね、体は若頭じゃないって言うんですよ。その人は適当に話を作って言う人じゃないんですよ。結構しっかりしてる人で、まあ、いろんなことを知ってるんですけどね、その人の話ではね、外人じゃないかと、外国人じゃないかと、まあそういう話なんですよ。まあはっきりどこの国の人とは言ってるんですけど、まあまあこれ言っていいかどうかわかんないんですけどね、まあ言いますけど、ベトナム人じゃないかと、実行犯が、そういうふうに言ってるんですよ。誰から聞いたとか、そんなのはもちろん自分も聞いてないんですけど、あ、そうなんですかっていうふうにしか聞いてないんですけど、適当なことを言う人じゃないんですよね。で、まあその人の話はやっぱり警察がまずまだ体は若頭だと発表してないと、あれが体は若頭だったら発表してるはずやって言うんですよ。それと行動会はもう犯人分かってるやろと、それならもう動いててもおかしくないと、音ぐらいなってるやろと、体に入れる入れない別として音ぐらいはなってるやろと、本家の頭はそんな甘い人間じゃないと、行動会の人間が殺されて黙ってるような人間じゃないと、もうすぐ動いててもおかしくないと、まあそんな話なんですよ。まあ似てるのは似てるっていう話だと、体は若頭にね、やっぱり指名手配中にその事件起こせるかって言ったらやっぱり不可能に近いと思うんですよ。それは自分も思うんですよ。でもやっぱり自分もね、周りが体を若頭やって、やっぱ YouTube もそうですけど言ってるから、ああそうなんかなっていう部分の方がやっぱりすごいんですよ。半分以上そんな風に思ってるんですよ、体を若頭が実行犯やと。でもね、冷静になってゆっくり考えたら、指名手配中にできるかって言われたらね、自分も指名手配で逃げてたことがあるんで、わかるんですけどね、なかなかやっぱりできないと思うんですよ。難しいと思うんですよね、あの仕事は。人を殺すことってやっぱりいいことじゃないんですけど、ヤクザの世界で言ったらいい仕事してるんですよね、間違いなく。だからその話がどっからね出てきた話なんかわかんないですけど、結構自信持って言ってるんですよね、その方は。金沢さんじゃないよと、あれはベトナム人の仕事やと。だから警察も多分ある程度は犯人絞ってるやろうと、そのベトナム人のね。だからまあもう日本にはいてないんでしょう、多分もう帰っているんだろうと思うんですけど、国にね、まあベトナムに帰ったのか違う国に行ってるんかわかんないですけど、さすがにちょっとね、金沢さんは無理じゃないかなと思うんですよね、自分も。でもやっぱり周りの声を聞いたら、金沢さんなんかなって思ってしまうんですけどね。ただ警察がね、やっぱ発表もしないし、難しいですよね。はい。まあ、あと本家の頭がね、本当にそれで誰も動けへんのを黙ってるんかなと思って、もっと言わないっていうね話になるんじゃないかなとは思うんですけどね。やっぱり怖い人ですからね、本家の頭は。まあ自分も適当なことを言ってしまっているんですけどね、裏の取れないことを言ってるんですけど、まあ自分の知り合い、まあね、しっかりした人、適当なことをまあ言わない人なんですよ、今までも。でもその人が金沢さんじゃないと
まあ、もしかしたらベトナム人じゃないかもわかんないですけど、あの外国人の仕事をやって、まあ、言い切ってるんですよね。はい。まあ今日は裏の取れないいい加減なことを言ってしまってますが、どうなんでしょう。はい、今日はなんか適当なこと喋りました。はい、すいませんでした。まあ今日の話はここまでにしたいと思います。